皆さんこんにちは。茨城県知事の大井川和彦です。今回は事業者の皆様方に向けた支援策、その申請の受付の開始についてのお知らせです。まず新型コロナウイルス感染症対策融資として上限3000万、3年間の無利子無担保の融資でございますけれども、こちらは5月1日よりお近くの金融機関あるいは商工会商工会議所等で受付を開始いたします。次にこういう融資がまだ使えないという方に対して県と市町村で一緒になって用意しました中小企業事業継続応援貸付金、限度額200万ですけども、無利子無担保、最長20年の返済期間ということでございますが、こちらについても5月11日以降ですね、お近くの商工会商工会議所で、事前予約をいただいて、申請の受付を開始いたします。さらに雇用調整助成金の上乗せでございます。こちらは売上が 50% 以上減った事業者の方々、雇用を維持を前提として雇用調整助成金の政府の支援の欠けている部分、残り1割ですねについて県がさらに上乗せて応援するものでございますが、こちらの手続きも5月1日にホームページで公表します。11日以降申請の受付を開始いたしますので、ぜひご利用いただければと思います。次に連休中におけるこちらの支援策についての相談窓口でございます。新型コロナウイルス感染症対策の支援では民間金融機関にもご協力いただいておりますので、ぜひ金融機関もゴールデンウィーク中にも窓口を設けていただいて事前相談に応じていただけるということでございますので、ぜひご活用いただければと思います。県の方でも電話相談窓口を設置してゴールデンウィーク中でもご相談に乗れるように体制を整えておりますので、こちらの方も併せてご活用ください。それから休業要請をさせていただいた施設の皆様に対する協力金ですね、こちらの申請についてですが、30日に県のホームページ上で申請書についての公表をさせていただきます。このホームページを使うか、あるいは5月1日以降であれば商工会商工会議所あるいは市町村県税事務所等で申請書を入手できますので、そちらを使って申請をしていただければと思います。申請の受付は5月1日以降6月30日まで行われます。申請方法は原則郵送ということでお願いいたします。実際の支給でございますけれども、申請も早ければ5月の中旬頃には支給が開始できるというふうに考えておりますので、ぜひご活用ください。事業者の皆様、大変苦しい時期だと思いますけれども、これらの支援策を有効に活用して、今はぜひコロナ対策をしながらですね、事業の継続にご、お時間に努力していただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。